スタートしました。わずかに5スタート、3番フサイティ風神、向こう両面から3コーナーにかけての先行争い、3番フサイティ風神が行きました。これを追って4番マイネルブラジリエが2番手、あとは2馬身から3馬身離れまして3頭固まって5番のリックジャー、そして1番のセウンロデム、さらに間から2番のオペラ天使、3コーナーを回っています。逃げたのは3番フサイティ風神、リードは1馬身半、2番手に4番マイネルブラジリエ、その後は4馬身から5馬身離れて2頭並んで、内に2番オペラ天使、外に5番のリックジャー、最後方1番セウンドデム、4コーナーから正面スタンド前に入ってきました。3番のフサイティ風神が先頭で体半分ほどのリード、2番手に4番マイネルブラジリーがぴったりとつけています。その後は 4,5 馬身離れて後方集団は2番のオペラ天使、5番のリックジャー、そして最後方1番セウンドデムでゴール番前を通過していきました。前は2頭、3番のフサイティ風神と4番のマイネルブラジリーで1コーナーをカーブしてきます。逃げたのが3番フサイティ風神、リードは1馬身半また開いていきました。そして2番手に4番のマイネルブラジリエ、あとは5馬身から6馬身差、中段3番手に2番のオペラ天使、その後5番のリックチャー、最後方1番セウンドデム、2コーナーから向こう両面です。リード開いていきまして3番フサイティ風神、3馬身から4馬身差、2番手追走は4番マイネルブラジリエ、その後は5馬身離れて3番手2番オペラ天使、外から仕掛けていって5番のリックチャー、あと最後方依然として1番セウンドデム、残り600を切っています。3番のフサイティ風神が先頭で3馬身のリード、3コーナーをカーブしていきます。2番手には4番マイネルブラジリエ、その後大きく離れた3番手ですが5番のリックジャーが上がって、そして2番のオペラ天使は4番手に交代、あと1番セウンロデムがついています。さあ前の争いからは3番のフサイティ風神、3番のフサイティ風神が先頭です。3番のフサイティ風神が先頭で、そして2番手には4番のマイネルブラジリエ、さあ3番のフサイティ風神、3番のフサイティ風神、そして4番のマイネルブラジリエ、そしてその後でありますが5番のリックチャー、さあ先頭は3番フサイティ風神、2番手には4番マイネルブラジリエ、3番フサイティ風神ゴールイン、2着に4番マイネルブラジリエ、3着に5番リックチャー、1番のセウンロデム、4着、そして2番のオペラ天使が今ゴールいたしましたが、直線コース ババを鳴らす車が直線コース2台出ております。3レースは審議です。